日本人に笑われちゃうんだよね、うん、これ難しい。本当にこのシリーズが全部難しくて意味が分かんないよね。こちらのいただきますみたいな、恐れ入りますみたいな言ってたから、うん、それを聞いて日本語で、うん、おーそれ入れます。誰も直してくれなかったそうです。顧問弁護士。あ、なるほど。それまさか本人の前で言ってました。本人の前で今月の顧問料はいくらですか。ぶっちゃけ本番。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ本番。まあ意味は通じるかもね。いや、なんか違うんだよって皆さんこんにちは、ジンです。ジェイちゃんです。今日は私たち韓国人がよく間違っている、もしくは間違っていた日本語について話したいと思います。は、未だに間違ったりするのってありますか？私結構あると思う。私より私たちの動画を見てる皆様がもっとよく知ってるんじゃないかなって思うくらい、皆さん基本的に優しすぎてあんまりその場で教えてくれないんですよ。そうなんだよね、うん、教えないでそのままずっと何年も指摘しない友達とかもいるよね、うんうん、そうそうそれだけじゃなくて、皆さんがあまりにも自然すぎて指摘してない、でも実際間違っていったとかっていうのもありますね、はい、今日はそういうね日本語について話をしてみたいと思います。まずこちら、しっくり。しっくりは日本でどういうふうによく使いますか？しっくりきたとか、なんか納得できた時に使ったりしますね。これを韓国人がどういうふうによく使うかっていうと、じっくりきた間違ってる理由はわかる気がする。いや、これは私最近も間違ってる。そうそうそう、今年も間違ったことあるよ。私の近くの人がよく間違ってました。誰ですか？真剣になんか話をしていて、うんうん、そうだね、あ、それじっくりくる。日本人に笑われちゃうんだよね、うん、私学生時代以来は相手が直してくれたことがなくて、うん、そこ言いづらいのかな。なんかよく言うじゃん、じっくり焼いてとかじっくり煮込んでとか、うん、なのでじっくり来るって言っても意味的には通じるかと。まあわかるかも。その前の話の流れがあるから、しっくり来るよりじっくり来たっていうのがじわじわじわ来たからじっくり来る、すごい理解してるみたいな感じで通じるかもね。じゃあ次はこちら、600、うん、これ数字だよね。この発音がね難しくて、うんうん、どういうふうによく発音するかっていうと600。嘘。いや、よく言わない。600なんか言いづらい。意外と600ってよく言うんですよ。どこから来たんですか？発音がよくできなくて、多分韓国でバックっていう単語をよく使うからそうかもしれないね。あ、このバック、うん、日本語から来た単語でバックバックってよく言うんですよ、うんうん、でそれに慣れてて600っていう人が序盤に多いよね。100とか200までは慣れてる人が300、600っていう時にミスがちょっと起きたりして、800とかも800とか学生の時に結構いました。確かに日本語学校の経験者だもんね、うんうん、なのでこれは試験の問題に出るほどでした。この発音してみてとか、うんうん、それはもう違いが分かるようになっても間違えちゃうんですか？それとも違いを覚えるのがそもそも難しいんですか？多分口が慣れてないからすぐ出てこないと思うよ。日本人がこう先生にも孫三人っていうのと一緒で、で一つずつ言ってみてって言うと孫三人って言えるけど、うんうん、言ってみてって言うと孫三人みたいな、結局一緒だから600も一つずつ言えるんですよ。600、別に全然言えるけど、うん、言ってみてって言うと600みたいな。数字シリーズでまだあるんですけど、1匹、2匹、3匹、1本、2本、3本みたいに。そうです。あ、これ難しい。本当にこのシリーズが全部難しくて意味が分かんないよね。3匹とかも3匹って言ったり3匹って言ったり、そう、3回なのか3回なのかもすごく紛らわしくて、3回か3回も言う人いる。どっちも、うんうん、言葉っていうのが使う人多ければそれ標準語でよく認めてくれたりするので、うんうん、私8回を8回だと思ったんですよ。分かる気がする。で8回で合ってると思うよ。8回っていう気がする。8回の方が多い気がするけど、なくはないかもしれない。おうおうおう。そのシリーズなんですけど、ジンさんこれは何て読みますか？あの目が悪くて見えないです。あれ手術したじゃないですか。あー、これ難しい。2袋。そう、2袋でしょ。2袋だけど、うん、もう一回お願いします。2袋。ファイナルアンサーでいいですか？何を言ってんの？2袋なんです。あ、袋じゃなくて袋って言ってます。2袋。あ、2袋。今も間違ってる。私、袋だと。なんで怒ってるんですか？どういう意味？あ、分かった。これもまた3になったら3袋。袋とかです。3袋、うん、
え、3だと絶対3本だったり3匹だったり、うん、そう3袋っていう人もいるかもしれないし、うん、あとちょっと上の人だと3袋って言ったりするかもしれない2袋を2袋って言われるのは違和感なんですなるほど、よく観察してて今攻撃をしてるんですね次はこちらヘド日本でどういう風に使いますかヘドが出るこれをヘトが出るってよく言うヘトが出る、うん、よく間違ったりしてたヘドが出るっていう言葉を口にすることなかったかも私もなかったけど YouTube をしてからは結構言うようになるあのコメントに韓国人を見るとヘドが出るってすごい書いてあったから調べたらヘドが出ました使い方間違ってヘトが出るって言う人意外と多いじゃあ次ぶっつけ本番ってなんで間違えるんですか意外とこれ間違いやすいんだよねぶっちゃけ本番ぶっちゃけ本番ぶっちゃけ本番まあ意味は通じるかもね私のね周りの方でこれ専門の人いるんですよ特定の人知り合いのキムさんがよくね、うん、言う言葉なんだけど、うん、全然違和感なかったよ最初、うん、聞いていやなんか違うんだよなってそれ間違ってますよって指摘する暇もないし全然違和感なかったけど、うん、ぶっちゃけ本番って言ってるのが分かりましたね、うん、あと韓国人が結構ぶっちゃけっていう言葉を結構使う気がする、うん、ぶっちゃけっていうのが韓国でよく正直まれさってよく言うから、うん、この癖が日本語にぶっちゃけとかがちょうどいいんですよぶっちゃけって言って気持ちいいじゃんこういう発音得意なんだよねあとぶっちゃけっていうのが打ち明けてっていう言葉から来てるのを知らない人めっちゃ多いうん私も知らなかったこれ日本人も知らない人が結構いてびっくりしました、うん、交互体なんですよねぶっちゃけっていうのがそれが転じて、うんうん、次が恐れ入りますってわかりますこれどうやって間違うのか日本人絶対わかんないよねわかんないですこれあの知り合いのジョンさんテヨクさんが教えてくれたけどマックでバイトした時に店員さんが食べ終わった時にトレイとかをこう返却するじゃないですか、うんうんうん、そういう時にこちらのいただきますみたいな恐れ入りますみたいな言ってたから、うんうん、それを聞いて日本語でおうそれ入れますっていう風に感じたらしい自分が捨てるからちょうだいっていう意味でおうが入るんだよねおうだからここは簡単しなんですよおうそれ入れますみたいなテヨクさんは実際マックで働いてて自然にお客さんがいると必ず恐れ入れます恐れ入れますって言ったけど誰も直してくれなかったそうですそれを気づいた時本人取り当たったんじゃないそうだからなんで誰も教えてくれないんだとぶち切れましたそうそうじゃあ次は拷問あの税理士さんとか顧問、うん、顧問料とかよく言うじゃないですか考えるのって考察最高とか考、うん、って長いんですよねこの時も顧問弁護士あなるほどそれまさか本人の前で言ってました本人の前で今月の顧問料はいくらですか間違いやすいんですよ、うんうん、でも考えるって字入ってないんですけどあ、そうなんですかまあでも他にそういう字がいっぱいあるからややこしかったってことです、うん、そうそう拷問って言われると人間をこうねなんかこういじめたりする時のやつは拷問じゃんそうそう前も間違って拷問って言って直されたけど時間が経ってまた使おうとしたらなんで直されたのを覚えてなくておそらく人をいじめる拷問って言って現れたんだと思ってまた拷問って言ったらまた現れてえどっちなんだろうってすごいややこしい言葉だったこれを機にもう覚えておいてください次は真っ昼間真っ昼間これはどういう風に間違ったりするかというと真っ昼真っ昼真っ昼私は今も違和感がない真っ昼から何する指摘されてえ何が悪いんだろうと思ったら真っ昼には後ろに間がつくらしい必ずつくんだよね、うん、そうですねなんでダメなのって言われたんですけどなんでかは分からないんですけどだから逆になんでそうなっちゃったのまっすぐ行ってくださいまっすぐ間行ってくださいって言わないよねまっさきまとか言わないしまっさおまとかまっかかまとか言わないじゃんだからなんでこれだけまっぴるまなんだろうなって思ってよく間違ったりしてましたね、うん、極端的な実系列の言い方ってあるんだよね朝っぱらからまっぴるまだからここもじゃあ朝っぱらからまって言えばいいのにすごいなんかマレーシア語みたいだよね朝っぱらからままっぴるまだけ使うから間違いやすいですよすごいなぜかというとああこれねなぜかというと間違ってる人いるよねなんか一時期流行ってましたよね、うん、これを間違ってる人はなんていうかというとなぜかするとずっと聞いてたらなんか最後には嫌か感じなくなっちゃう感じなくなっちゃう間違ってる人がいると、うん、ずっと私はそう言っちゃうよねこれ韓国語のウェニャハミョンから来てるんですよなぜかするとなんで
韓国は言うっていう言葉が言葉するなんですよ、直訳すると、うん、말、うん、肌、うん、言葉するなんだよね、うん、で日本語で言うと言葉を言うみたいなこういう言い方なので、日本語だなぜかと言うと、なぜかと言うと、だからと言うとがセットなんだよね。でそれを日本語で勉強した人は自然に当たり前のようになぜかって言うとに出るけど、韓国語のウェニャハミアンから考える人はなぜかすると。これもね、なんか相手がなぜかすると言っちゃっても、その理由をちゃんと説明するんであれば、そこでね突っ込みづらいと思う。実際すごいなんか説明してる時にいやーこれはこうだよなぜかするとって言うのに、そこで頑張って言ってるんだよ、あそれ間違ってますよ、なぜかって言うとですよって言いづらいから、めちゃめちゃ言いづらい、絶対言えない。なのにめちゃめちゃなぜかすると言うんですよ。1日10回とかこうやって言うと言ってあげたい気持ちは山々だけど、これできないんだよね。それがそういう人が周りにいたってことだよね。あ、いる、いますね。それはあの本人は教えてあげました？あ、教えない。なんで？だから言いづらい。言いづらいから。すごい言いづらい。そっか。犬か猫かというとみたいな形で言うときは間違ったりしますか？うん、犬か猫かするとするとだからこういうなんか例えたりするときに言うっていう言葉が出ない人って結構いるんだよね、うん、まあ意味的に通じるからね。これ韓国でなんて言うんだろう、ケニャ、コヤギニャラゴハミョン、あーそうかもそうかも、またハミョンだから、クロミョンとかハミョンかな、そういうのを韓国語から持ってくるとするとになりやすい、うんうん、言うっていう言葉はね、うんうん、あの私実際大学生の時に言ったんですよ。言うっていうのは言う、言います、うんうん、言いましたとかは分かるのに、先生にすごい指摘されて、これは間違ってるですよ、これは矛盾でしょ、これはおかしいでしょって言われた時に、この人ってあ言う言葉がありませんとかあるじゃないですか、日本語で、うんうん、何とも言えませんとかなんかあるじゃん、はい、これ言いたいけど韓国では할말이없습니다って言うんですよ、うん、할말이없다、드릴말씀이없다とよく言うけど、これを自分なりに考えて日本語に直訳して言うけど、する言葉がありません言葉にならないんだよね。だからあの子は大学生の時にいろんな指摘をされたけど、うんうん、その反省の言葉はする言葉がありませんなので、一番指摘されたのは結局この言葉になったんですよそれはおかしいってなるほどする言葉がありません、うん、あよく間違いますね。次、事故るです。事故るって使います？最初から事故に遭うとか事故になったとか、あの名詞にるをつける、これは日本語のすごい難しいところなんですよ。これはね、中級以上がよく使うことになると思う。上級者も言えない言葉ってあるんですよ。例えば、うん、業務るとかいや絶対わかんないよ。私聞いた時に業務る、イメージだとマッサージして肩をなんかもみもみするみたいな、ジュムルだジュムルだみたいな、業務る業務る業務るみたいな響き。私が覚えてる最初のこういった言葉、牛汁。牛汁って何？独占するみたいな、支配する。あれ、その牛汁じゃなくて牛丼食べるの意味。牛汁って言うんだ。あれ十数年前に吉野家に行くってことを牛汁って今日は寿司りますかとか、そんな感じ、そんな感じ。それ何でも言いそうだよね。じゃあトッピングとかの時も、じゃあ今日はあの醤油る、あのソースるみたいな、ソースる、タルタルる、コーヒーるとか言う、牛汁かな、どっちだろう、うん、牛の汁なのかなと、うん、あとショックだったのがゲームバグがあるのにバグってるとか、バグってるね、うん、でこれ釣りの時にめっちゃ面白いんですよ。祭ってるっていう言葉がある。船から一斉に糸を下ろすじゃん、船がこう潮に流れて、これが船の下でこう絡んだ時に祭りって言うんですよ。いい言葉です。いろんななんか大ごとみたいな感じで言ってて、うん、こういう大変な言葉を例えるのが祭りっていうのもすごい面白いじゃないですか、うん、英語で言ったらカーニバルなんですよおでも最近韓国でよくすごいあの大変でどうすることもできない時に대환장파티って言うんですよ。パーティー、大ごとな楽しいパーティーのように聞こえちゃうけど、ね、結構大変な時よく使う。すごい極端的な単語2つだよね。うん、そうそう。환장っていうのが頭が狂っちまいそうだっていう意味なんですよ。クレイジーパーティーだから、いいのか悪いのか、でもパーティーで終わるからいい意味なのかなと思ったけど、うん、違うんだよね、うん、皆さんは何々るなのか使ってるのあったらコメントで教えてください。次、船着き場ですね。船着き場ね、これ皆さん、これ私の知り合いだ。私なんですよどういう読み方してたっけ。先着場先着場完全に音読みですね。これは今年まで使ってました。ああ、13年間、はい、なんでこんな言い方をするかっていうと、なぜかすると先着順っていうのが先着順なんですよ、うん、で船着き場っていうのも漢字で言うと先着場じゃないですか。そうそう、これ韓国語で先着場って言ってるから、うん、韓国語から持ってきて先着場って言ってましたね、うん
これは分かりづらいよね。でも今まで何十回も船乗ったじゃないですか、うん、船着き場って言わないかもね。堤防に来てとか釣りはそうかも、ね、うんうん、ゲームで何々船着き場なのに、このゲームのやり方私は知ってて相手知らないから優しく教えないといけないのに、何々先着所に来てって言うと相手はそういうことがあると思うから、あ、まあ、先着所ってどこなんだろう何するところだろう船着きは、うん、次高速です。これが高速、あ、高速って思ってた、うんうん、今考えてみると高速ですよね。継続、俗柄とか、うんうん、続き柄だからそれは違う。それもよく間違ってて、俗柄って言ってました。これをなんで高速ってよく間違うかっていうと、韓国の継続っていう言葉が継速なんですよ、うんうん、高速道路の高速も高速なんですよ。だから速でいいんだって思っちゃうんだよね一理ある次は情報錯綜です。情報創作、創作創作かうわ残念、なんか順番間違ってる。いきなりなんかとても重要な任務任されるみたいな感じになっちゃうよね、うん、バク転書いてあればバク転でもちろん読めるよこれは、うんうん、人間がこうやってるやつだよね、うん、今は社名も変えた、うん、そういう会社あるじゃないですか、の出身の子たちがよくやってる。これ韓国人がなんていうかっていうと、私は日本のあのダンス好きだよ、バックダンブリング。あー、分かった分かったなんでそんな言い方するんですか。これ韓国でこれやってるのベックダンブリングって言うんですよ、うん、ベックだからバック、ダンブリングって多分日本で言わないから、ダンっていうのがダンプトラックって日本もダンプトラックっていうから通じると思って、バックダンブリングって言ったらみんなえっえ全く通じない。いや、体操とかやってる子はタンブリングとか言ったりするんですよ。通じるんだ。じゃあ多分一般的にやってない人だったら分かんないかも。あ、でも通じる単語でしたね。安心しました。安心しましたでも今思えばバックとテンだから英語と漢字だよね。そうだよね、面白い英語と漢字とか多いよね。例えば韓国フェスとか、フェスなんかもう日本語だから、あ、かもしれない。あー、これすごくわかります。結構これは幅広くいるんですけど、かもしれない、うん、当ててみようか、うん、かもしらない、そうでしょ。あー、だと思った。これは日本語も不思議なんだよね、うん、韓国でもも할지도모른다なんですよ、うん、何々するかも知らないでね、わかんない、ね、I don't know じゃないですか、はい、知らないっていうのは自動詞なんだよね。知らないはだから可能では使えないんですよね、基本的に。知れないみたいな、かもしれないっていうのがすごい違和感がある、うん、これは確かに、まあ、訳するとそのまま할지도몰라だからかも知らない、うん、だから私も一時期あどっちだったっけって思った時期もあったし、日本に来て10年以上住んでる人たちも普通に間違う。私これ日本人に聞いたんですよ。知れないと知らないの差ってどうやって区別すればいいのって聞いたら、うんうん、知らないはあなたが思ってる知らないだよって言われて、うん、あそっか、じゃあ知れないはって言ったら、知れないはだから本当知らないみたいなって言うからどういう意味みたいな外に説明下手くそと思って、だから未だにこれって難しいけど、何々かもって来たらまあ知れない、まあ、かも来たら知れないし、うん、その他は全部知らない、うん、あとちょっと別の話ですけど、させていただくとかしてもらうとか韓国にはない表現なので、あ、そうね、それにも最初結構苦戦する人多いです、うん、どっちにどう間違えちゃう。させてもらいたいを知ってもらいたいっていう、あー、いるいるいる、全然違う意味になるじゃん。なんで難しいかというと、例えば日本でこういう表現があるんだよね、うん、敬語の勉強するときにいたしますっていう言葉があって、うん、あとさせていただきますまで勉強して、うんうん、あ、自分が言うときに使うんだみたいな風に言って、うんうん、先生とかがなんて言うかというと、問題用紙は1時間後に提出していただきますっていうことはみんなに出してねっていう意味じゃん。知っていただきますっていう風にいただきますで終わるから、先生が提出してるように聞こえちゃうんだよね。あ、そうなんですね、うん、だからそういうのが結構違和感がありますね。そう、そういうカテゴリーが全くないんですよ韓国語には、うん、だからニュアンスとか雰囲気とか本当にちょっと分かりづらくて、でもすごく丁寧な言葉っては言ってるんですけど、果たしてどんな雰囲気で使えばいいのかなって結構悩んでました。あ、ちょっとプレゼントを買ってもらいますって言うと、あ、買ってくれるのみたいな感じに聞こえちゃう。最初はね、慣れるのにですか。これは慣れないといけないね、相手がよく使うから。そうそう、自分じゃなくてね、うんうんうん、あとすごい難しいのあるよ。責任を負いかねます、負いかねないとか、なんか兼ねる兼ねないとかっていうのが、うん、
すごい難しくて追いかねますはできない、うんうん、で追いかねないだとするかもしれないなんで、そうそうそう、また真逆の意味でもないんですよこの2つが。これはお店でお洋服とか買った時に返品はいたしかねます、うん、そこで初めて聞いて、ね、韓国で勉強してた時は全く知らなかった。逆に韓国はかねませんを先に教えてくれるから使わないよね、あんまり。かねますはよく使うけど、お店の断り文句とかで書いてある、うんうん、はい、ということで今日は韓国人がよく間違ってる日本語について話をしてみました。今日話してみたらほぼ私でした、はい、いやー難しいだよね、こういうのってたくさんあるんだけど、今日はちょっとね味見だけですよ皆さん、これからたくさんありますよ。逆にこういうのをなんか知りたいとか、ぜひ教えてください。例えば皆さんが好きな韓国の K-POP のアイドルがこういうのはどういう風に間違ってるのか、こういう歌詞はどういう意味なのかとかっていうのも面白いなと思うけど、うん、皆さんが何の動画が見たいのかがわからないので、ぜひコメントで教えてください。なぜかすると企画は大事ですから。バイバイ、にゃん。日本人が説明できるかって聞いたら、前にバトルしました。え、3回で、え、3回でってバトルしたのもありました。なに、顧問外科みたいな。変態クライアントです。顧問弁護士、拷問だった。変態ですよね。いや、拷問って言っても変態だよ。